内山小次郎から1945年2月14日は、日本の陸軍軍人、家族、自重部官長、第十二師団長、東京湾要塞司令官を務め、階級は陸軍大将制2位、訓移投降2級男尺に上る。妻は、貴族院議員、暮れ陳述兵器部長、田中工場海軍中将の娘、陸士級三期の中将、大将の多くが内山、 芝五郎の名を友人として挙げている。陸士級三期のリーダー格は上原優作であったが、人間関係の和の中心には内山、芝の両名がいたことは間違いない。個性が強く異なる人物たちと共通の友人であったことは、けうなことである。また、両名は大変帳名で、上原、秋山、吉古らを、はじめ多くの友人たちの最後を見取ることとなった。 長男の栄太郎は、兄定め我の養子師となる。栄太郎は、陸軍中将に進み、第15方面軍司令官、第3、第12軍司令官を務める。次男雄二郎は、士官候補生、第26期で、陸軍大尉。三男郷三郎は、士官候補生、第29期で、陸軍大佐に進む。三人の娘は、夫海軍大将、遠藤貴一、 海軍大佐、山路一行、陸軍大佐、奥の和夫に読めす。小次郎の兄定め我は、陸軍砲兵将尉で、西南戦争後の処遇に不満を持った、将校等が起こした竹橋騒動に参加し流刑に、処せられている。ありがとうございます。